皆さんこんにちは。こんにちは。これいいじゃん。いいっすか。ちゃんと涼しいここ。本当っすか。よかったです。てかひどいね。足元はもうトップクラスじゃないですか。ちょっとあのアルベルより天井が若干低いのが気になるけど。あ、そこは確かにちょっとだけ難点ではあるんですけど。でもねそこまで気にならない。そうですね。セダンぐらいな感じって言ったら、ね、そんなに気にならないけど、ちょっと前見ますか。ほら。はい、遠いよこれ。運転手との会話がちょっと困難ですね。めっちゃ遠いね。ここは超広いんですよ。なかなかそうですね。これ激アツやね。もうこれだったら伸ばせるんで。もう全然俺の短い人だったら余裕。あ、多分自分の方が短いです。あ、でも余裕。ほら、届かんもん前まで。あー、でもただね、はい、これちょっと立派すぎてさ、はい、ちょっとこのまま前見る？ちょっと恥ずかしいですね。そう、これがね立派すぎて前がねちょっと寂しく見えちゃう。うん。ほらどうでしょうね、これ後ろの車になっちゃったね。ね、私は悪くないんだよ別に。悪くないんだけど、なんか後ろがなんか飛行機みたいに立派すぎて。そうですね。前がなんかセカンドシートみたいな。おい運転手早く行けみたいな感じ。そう感じになっちゃったもんねこれ。中見ようかこれ。意外とねいいんですよ。質感はまあまあまずまず。あ、でも確かにアルベルの方が立派かもしれんね、内張りとか、ね、まあそこは多分ちょっと差別化があるんじゃないですか若干ね。はい、ちょっと見てみる。よいしょ。ね、なんかやっぱいいよ。ほら、ほら。まあ、シンプルにまとまってるんで使いやすいですね。いろいろ。センターメーター嫌い人おるよね。自分も最初はちょっと見慣れるまであーってなったっすけど。意外と乗っちゃったら気にならんくない？あ、全然気にならないですよ。なんならヘッドアップディスプレイとかいらないんで。そう。じゃあなんかねこの横に乗ってる人に見られるのが嫌だっていう人結構おる。なんすかそれ。わかんない、なんか変わってますね。でも大きくてね見やすいんだよセンターメーターって。そうですね。どうしてもこの下についてると目線がこう下に行くけど、そう、これだとね全然平気。はい。で水温ガソリンスピードタコ。タコ変わっとるこれ。なんか吸気変えてる？あ、吸気はあの前回の愛車自慢のまんま。そのまんまね。はい。見やすいねこれ。ただダッシュボードがちょっとねこれ深いんですよここ。そうですね、結構なんで前体感結構長いです。そう、遠く見える先端がね。そうです。うわ、これいいじゃん。いいですか。後ろ見るやつ。そうですね、後ろの赤ちゃん寝てるかなとか。これもう一度開くんだっけ？いや開かないです。あれ？これ本当なんていうんですかね、サングラス入れがあるところになんかやっぱミニバンなんで。そういうことね。これがついてるっていうこと。ちゃんとこれもついてるね。はい。え、めっちゃいいやん。さあ電動格納。はい。キーレス連動じゃないもんね。キーレス連動にしてますよ。あ、してるの？あ、はい、後付けのキットで。後付けね。はい。これ何？これですか。これデフォッカー。そうですね、デアイサーですね。あの前あのワイパーのところの。ほう。あ、 AC100V あります。どこについてるの？見にくいですけど、この灰皿の。あ、そこにあるんだ。でも 100W しか使わないんで。100か。ハイブリッドとかだったら1500まで使える。すごっ。あ、そういうことね。たこ焼きもできるし。これ何どれですか。なんとかオートミラーって。あ、それがあの電動格納ミラーの後付けの。後付けのやつね、はい、スイッチ。ほう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 。まあでもなんか最低限だね、ちゃんと。そうですね、必要な機能はちゃんとこれもゲート式。はい。ここはなんか入ってる？入ってますよ。あ、ETC ここにつくんだ。そうです。かっこいいね。いいでしょう。収納は結構いっぱいあるんで。こっちも開くの？使いやすいです。はい。あ、コンドーム買った。あれあれ、危ない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 。これは純正ナビやね。そうですね。わ、そう開くの。え、あ、なんか出て AV、あらー、あれれれれれ。ちょっとバタバタ来ちゃったんですよ。人妻なんちゃらかんちゃらって今書いてあった。いや危ない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 。人妻なんちゃらって書いてあった。車で見ちゃかんって。やめてください。でもこれ全然いいよねこのナビで。でも古いかな、もう古さは感じますけど。あー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 、人妻で、エアコンは、エアコンはこれがデュアルね。あれか。そうですね。で温度、あ、天候ずつ変わるやつね。そうですね。こっちすると両方連動するやつね。はい。
たまにないやつあるもんな、会社だと。そうですね、うん、これ外気温38度暑いですね。ね、俺さ、これじゃなくてさ、あの黄色いウッドのやつ分かる？分かんないです。え、なんかあるじゃん、あの明るいウォールナットっていうの、なんかあの黄色っぽいウッドのやつ。あ、ありますね。そう、あのエスティマが俺好きだった。あ、はい、ちょっと輸入車っぽいやん。自分の友達乗ってますよ、それに。あ、そうなんだ、はい、これはこれでいいんだけどさ、そうです、あっちの方がなんかちょっと洒落てる。自分もあれつけると多分室内の色がちょっと明るいベージュとかになるんですよ。あ、そうだよね、はい、グレードがちょっと違うんで。どうですか？もう全然いいと思う。これも2列目のやつから取っ払ってつけたっていうやつ。え、これもともとついてないの？ついてないです。2列目のやつつけたんだ。そうです、ウォークスルーできるようになってる。そういうことね、はい、これ何？これ、ここドリンクホルダーですね。ここにも入るんだ、はい、サイズは悪くね、これ。入れにくいですよね、こうやってコツがいるんですよ。壊れるて、こういう感じです。こわ、あ、そう、ガシッと挟むのね。そしたらエアコンの操作がちょっとしにくくなるんで。そういうことか、はい、これ何？これ灰皿っす。灰皿なの、これ。いいじゃん。いいっすよ、必要なもの全部揃ってる。待って、これ純正？純正のフリップっす。映るの？映りますよ。うわ、すごい。電動じゃないんだね。電動じゃないです、そこは。あ、オサピーさん、こんにちは。こんにちは、すごい。え、これ何が映ってるの？これ今メニューのところが映ってて。あ、そういうこと。多分 DVD とか入れたら見れる。あ、見れますよ、ナビも見れるみたいです。買っちゃ、はい、おー、いいじゃん。あ、ここについてんだ。そうです。いかがでしょう？おー、いいね、いいね。これいるよね。そうですね、それは片側だと寂しいよね、やっぱ。寂しいですね。おー、いいじゃん。グレード低いやつだったら片側とかあるんですか？左側。左側のみ。おー、全然いいでしょう。今これが瞬間燃費、ね、はい、うん、で、次押したらこれ平均車速、で、これ何もなし、これ航続距離、で、これが平均燃費。お、 9.7 出てんの？よくないですか？まあまあいいね。いいでしょう。まあまあいいね。あ、この3つか、ね、トリップがないじゃん。トリップ、あー、こっちか、はい、はははは、わかりました。はい、それではシドンブルーシン行きましょう。はい、お願いします。さあ、おお、やっぱいいね。いいですか？目線が高すぎない。あ、純正めっちゃ高いですよ。純正ってあのアルベルとかと比べて。ああ、それはそうですね、確かに。結構さ、運転しやすいんだよね、すいまって。そうですね、本当にさっきも言ってたようにセダン感覚とまでいかないですけど、ね、全然いいですよ。うん、ちょっと振り回してもいいぐらい。本当ですか？何でも軽いね。マフラーも中間も全部取っ払ったというか純正に戻したんで、多分前より走りいいっすよ。あ、そういうこと？はい。その代わりあのスロコン取っちゃったんで。うん。え、でもなんか全然下から取ると入ってくるね、結構。あ、本当ですか？ほら、もう2000ぐらいから。そうですね。結構モリモリ走ってね。で、これ聞いてくださいよ。この今あの何ですか？チャンバっていうんですかね。うん。エアクリ、そうですね。入れてるんで。4000回転以上ぐらいからちょっと吹いていくみたいな感じ。泣くんだ。なるっすね、はい。音が変わるんで。いいや、お父さん仕様やん、なんか。そうですね。昔峠走ってたぞっていうお父さんに、ね、エスティマの力をどんなもんか、はい、皆さん。いや、3.5すごいんですよ。加速いくよ。ほら、うわっ、音いいね、これ。いいでしょ。ほら、めっちゃ速いやん。全然もう不足はないですね、本当に。この先右折専用。トヨタっぽいわ。でもギアがもう入ってくれね、ちゃんと。グリッピングがそうですね。ほら、しないんで。もっとバーンっていってほしいね。それはもうオサピーさんの技量で。あ、これいいわ。技量って無理でしょ。技量でグリッピングしてください。いや、できんわ。難しいですよね。いや、めっちゃ快調だよ、この車。超スポーティーなミニバンやな、これ。好きだわ、こういうの。それが前回の時からちょっとあの変わってる部分があって、愛心のドアスタビライザー PRD とかの あれを入れたら全然変わりました。本当？マブレディー、さすがです。楽しそうっすね。これはね、いいよ。本当ですか？これはいい。いや、全然ドアボクよりいいよ。本当ですか？あ、まあ、どっちかといえば居住性というかユーティリティに振ってる感じですね。まあね、だけど俺こっちかな。あのふらつきがもうなんて言ってもね、少ない、絶対的に。そうですね、加速感よ、これ。ほら、あー、耳が痛い。すごいね、この運動性能。
楽っすよ、本当だから。ブレーキもちゃんと効くよね。あ、スリット入れたら効くようになりました。あ、そういうこと。はい、アルベルのサイズまでやっぱね、ちょっと重いなって感じる。どうしてもそうですね。まあ、これ遠でちょっとお父さん楽しくなっちゃうよ。本当気に、ネックは本当燃費だけですね。燃費か、まあ燃費気にするかみんな。まあ遠出ってなったらちょっと多少は。でもさ、大人しかしたらそれなりじゃない。まあそうですね、伸びるんで燃費は結構。でも高速乗った場合さ、はい、こっちの方がいいんじゃないの。巡航燃費は多分こっちの方がいいと思いますよ。結局さ、はい、2.4 だとちょっと不足感があるよね。そうですね、踏んじゃうんで、やっぱこんな走らんもんみたいな、はい、そう、両方欲張りたいってなるとハイブリッドがおすすめではあるんですけど。 あのね2.4 も俺乗ったことあるけど、この低速時からちょっと踏み出した時にちょっともたつく感がある、はい、ああなるほど。しまった、俺後ろ乗りたかったのに。あ、いいや、もう一回向こう曲がる、はい、全然自分時間あるんでいいんですよこれね、はい、全然普通にいいと思うよ。あのアルベルの3点ぐらい速いよ。ああ本当ですか。体感やっぱね、走ってくる、まあ、そのやっぱ空力もありますでしょう ね形が違うんで。箱だけどこういうやわらかだから、ね、そうです、まあ、ナビとかぶっちゃけさ、車外ナビとかなんとかつけれるから、うん、そしたら良くないです ね、 そうですね。今時のフローティングタイプつけたらちょっと濃くなるよね。だからナビ変えたいんだったらもうこのメーカーオプション選ばない方がいいですね。あ、そうね、めんどくさいんで。だから買う時にこれみんな見てから買わなきゃね。そうですね、こっちの方がやっぱスッキリしてるんで、うん、わあいいなって思っちゃうんですけど。確かにこの年式のこれだけややこしいからな。ややこしい。スピーカーも下が2オームなんですよ。あ、そうなんだ。だからウーファーになってるんで、ごめんなさいですね。純正で操作されるとね。そうなんですよ。かといって純正で音出ないじゃないですか。ただ車高じゃない、車高じゃない。変えれないとかじゃないんだけど、はい、変えるのにその無駄にお金かかっちゃうっていうね。あ、そうなんです、ね。そう。移動でもアドバイになってる。そうだったらもう中古で買うんだったら、新車でならまだいいよ、はい。中古で買うんだったら、もういっそのこと、はい、普通のこういうのじゃないやつ買った方がいい。まあ、そうですね。自分も学びましたもん。ね。は結構こだわりたいなっていうのはあったんですけど、いざやろうと。まあでもこだわられちゃったら別に、はい、うん、いいし。でもナビがやっぱほら、はい、最近ナビの方が優秀じゃんね。あ、もう絶対的にそうですね。そう、どうしてもやっぱ昔のやつになるんで。乗り心地良くないですか。普通に普通にちょっとここで乗り換えようか。はい、じゃあ俺後ろのけて戻ってって。了解です。ベルトベルト、うわ、ちゃんとベルト使える。おお、ちゃんとベルト使える。ちゃんと内蔵式なんで、ベルトも使えるし、ちょっとあの短い足伸ばさせてもらいます。ああ、全然どうぞ。お、よし、行こうか。いいですか。元に戻ろうか。はい、おー、これはいいよ。お願いします。お、いいね。お、ドリンクホルダーもちゃんとある。ありますよ、スタバ行きますよ、ちゃんと。前、遠いなちょっとなんか寂しい感じしますよね。え、なんかお互いに。あ、ここ寂しいわ、乗ってると。ですよね。横誰かおればいいけどさ。はい、でも思ったより会話はできそうですね。会話はできるね。はい、まあ、ここいかんは眠くなってくるわ。本当ですか。風がここいい。ほら、いい感じに位置がいいですよね。これいいね。結構自分でも気に入ってます。これあるや。普通にドライブして疲れた時にそこの席乗って、まあ、あの携帯いじったりとか普通にしてるんでいいっすよ。リクライニングだってやるの。リクライニングボタンがあって、その上か下にどっちかにあるこのボタン、下ここにある。ここスイッチがちょっと見にくいんですよね。あ、あったかも。あ、それです。当たらんのこれ。後ろ布団積んでるんでそれに当たるぐらいじゃないですか。うわ、めっちゃいいこれ。はい、うわ、寝れる歯医者みたいな感じなんです。歯医者やんこれ俺いつも行く歯医者さんこんな感じや俺こうやってやってるもん、なかなかにすごい。いいね。いいですよ。これは何なん、動くの。あ、それ動きますよ。ちょっと硬いですけど。お、動いた。動きますよね。何じゃこれ。寝れますよ、首が。うわ、これ快適だわ。いいっすよね、結構。こんなんでいいの。ちょっと、これ贅沢すぎますね。しかも一人で乗るんで。パワーシートついとるて。テーブル欲しいね、これ。なんかそうなんですよね。だからテーブル使うときはもうさっきみたいに前にやってるって感じ。なんか、じゃ前がなさすぎてさ、はい、不安なんだけど、なんか。あ、じゃあテーブル置きます。何もなさすぎて、なんかどうしていいか分かんない後ろどうですか、振られる感じとかは。あ、
のはちょっとやっぱ前グワッと持ってくね。あ、本当ですか。乗り心地がどうかよ。そうですね、でも悪くないね。まあ、おー、立ってくんな感じじゃないですか。すごい超いいやん。快適ですか。一人は寂しい。じゃあ女の子募集ということで。やばっ。ね、これ VTR ここに威力がある。ここですか。あ、本当ですか。ここに威力があるね。あー、ありますね。ね、わ、いいじゃん。じゃあもうそこ固定でいいかもしれないですね、椅子は。え、なにこれ、めっちゃいいやん。むしろここの方がいいよ、エアコンがってちゃんと当たる。あー、ありがとうございます。熱くない、全然。いやー、よかったです。あー、でもいいね。ベルファイアじゃないですけど、ちゃんとエスティマでも社長気分は味わえるんだぞっていう。社長気分っていうか、これ遠出にいいよ。快適ですか。快適、普通に。本当ですか、ありがとうございます。やっぱさ、アルベルよりさ、はい、バタバタ言わないね。あの20のアルベルってさ、はい、内張りが結構バチャバチャ言うじゃん。ミシミシバチバチ言うんだけど、やっぱでかいからなんですかね。なんかエスティマの方がちょっと高級志向なとこない。なるほど。ほら、作りがいいもん。ある意味お金かかってる車って感じする。まあ確かにお金はかかってそうですね。そう、この辺もさ、ノイズ気にならんし。あ、本当ですか。ここに気にならん、全然普通。こういいじゃん。なかなか後ろ乗る機会ないんで。あ、これ、こう乗ったことある。いや、ないっすね。運転してもらったこと。めっちゃいいよ。短距離だったらあるんですけど。めっちゃいいよ、これ。あ、本当ですか。普通によかったです。多分ここ乗ってさ、どっか行こうってやったら寝ちゃうわ。いや、本当に。いや、もう喜んでもらえて何より。この間乗った新幹線みたい。あー、確かになんか新幹線っぽい。新幹線のサイズ、ちょっと、もうちょっと狭い版かな。うん。この感じ新幹線っぽい。あー。この間グリーン車乗ったんか。あ、本当ですか。こんな感じ。へぇ、新幹線大したことねえなと思ったの。俺のベンツが揺れんなと思った。あー、いや、それ比べちゃいかんすよ。なんか新幹線意外と揺れるんだね、あれ。やっぱあれなんで、全然なんか高速乗ってるといいかもしれない、これ。本当ですか。え、いいね。ありがとうございます。こっちまで嬉しくなっちゃいますよ、そんなこと言われても。でも4人しか乗れんもんね。そうですね、快適に移動するんだったら4人乗り仕様の方が、俺この車で向かい来たら、はい、ここ乗る。本当ですか。ここがいい。何も言わずもうそこ乗ります。あ、ここ乗る。前よりこっちのシートがやっぱいいもん。あ、本当ですか。これなんか前クッションが前の方が効いてる感じしません。こうふかふかっていうか、それが逆に長時間乗ると腰痛くなる。か、確かにそうです、ある程度反発、高反発の方が、はい、体長時間乗ってて楽かな。外車とかがそうですもんね。確かにアウトバンク通して体重が俺軽いじゃん。あ、軽い人はやっぱり沈み込んじゃうから、はい、ちょっとじわじわ沈み込んでいくの。低反発マットもそうじゃん。最初の時はじわじわ沈むじゃん。あれで腰痛くなってくるんよ。あ、わかります。自分も長時間運転してきたら、そう、どん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 メーターの位置がこう下がってくる。そう、なんかね、ずっとじわじわ沈み込んで腰痛くなってくる。これの方がね、ちゃんと支えてくれてる。いいやん。ありがとうございます。これ前にはつけれないの？アルベルのシート。アルベルのシート前にはつけられるんですけど、ネジ穴1個多分違うんですよね、位置が。まあでもこれはこれでいいか、色も合ってるし。そうですね、あえてその革張りじゃない方を選んで色を合わせに行ったっていう感じ。これ車庫調ってのが残念だな。え、純正パレだったらめっちゃいいんだろうね。もっといいっすよ、純正パレ。もっといいよね、はい、でもいいよ、ちょっとこのほら、はい、窓もついてるし。いや、そうなんですよ。俺の窓だから、ここちっちゃい窓ですけどね。俺の窓、はい、十分っすよ、そんだけ。ねえ、いいね。もっと大きいフリップが欲しいね、これ。そうなんですよね、やっぱ若干遠い感じがしますよね。映画見ながらこうやって俺。いいね。3時間ぐらい乗ってれるわ、普通に。本当ですか、うん、じゃあもうこのままさんと一緒に行きましょう。やば。これまたさ、3.5 だからいいんじゃない。まあそうですね、あのブーンって言わんじゃん。うん、2.4 ブーンって言うからさ。確かにそうですね、乗ってるこっちも疲れちゃう。これ G 感じるもん。ゆっゆっゆっってなります。うわー、いいわ。並んで全然。あれ、おすすめっていいですか、うん、自分がこれ言っていいかわかんないですけど、うん、おすすめはハイブリッドです。なんで燃費しで3リッターぐらいの動力性があるし。いや、全然俺こっちがいい。あ、本当ですか。エンジン音がいい。ああ、とトルク感がいい。好きな人は好きですよ。燃費気にしない。だったらもうこっち行ったけど。すごいドカンとならんね。なんないですよ。全然いいわ。乗り心地いいですよ。全然いい。
おお、いいじゃん。ね、ベルファイアってこんな広い？ベルファイアはそうですね、こんなに後ろには下がらないんで。でしょ？はい。あのシートがこうなるから。そうですね。行かないよね。行かないです。体感こっちの方が広いわ。注文が全然足元は広いですね。ね、上見たら、うん、あれですけど。じゃ俺の気のせいか分からんけど。はい。アルベルよりなんかこの一番3列目が静かな気がする、はい、であとメチメチ言わない。あ、やっぱなんか年式的なものもあるんですかね。あのヨレとかじゃない多分。あ、そうでもないしね。あの皆さんエステマ買ってこれはかなりいいと思うよ。トータルバランスで言ったらエステマの方がいいと思う、うん、いざとなったら前に出して3列目を、はい、あ、これそうですね、ガチャンって出すやつよね。そうですね、下からほら、やっぱそっちが、オデッセイもそうだもんな、ね、あの下にガチャンって入るから、ね、はい、この類はだからトランクから一気に大変身するから。そうですね、俺おすすめ。本当にいいですよ、見た目もスッキリしてて、ね、はい、意外と会話できた。あ、本当ですか、確かに。そうです、ね、ただね、あんま喋りかけてほしくない、ここいるとなんかもうここで俺一人でこうやって浸ってたい、こうやってもうほぼロールスクリーンかなんかしてもいいぐらい。そう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 、うわ、めっちゃいいよ。うん、プロジェクターかなんかはここにつけて映したらいいかもしれない喜んでもらえてこちらも嬉しいです。いや、いいじゃん。ありがとうございます。ぜひおすすめです。いいね。そうですね、本もやめる。そうですよ、新幹線や、新幹線もここについてるやんないと。確かにそうですね、新幹線や、おすすめです。皆さんこれあり。はい、強いて言えば、お、そうだよね、なんか新幹線みたいな、ここになんてこうテーブルガチャンってあったらこういいよね、こうやって弁当こうできるみたいな、ね、ちょっと寂しいですよね、ここら辺ちょっとね、なんだろう、広すぎる。確かにそうですね、なんか不安になってくる。確かに、こんだけ広かったらなんか物置いて有効活用してもね、いいかもしれない。わ、これは後ろに乗る車、本当ですか。エステマあり。お、俺 3.5 おすすめする。本当ですか。まあ、2.4 でもいいけど、加速した時のブーンがやっぱり 3.5 の方が静か。あ、CVT だからどうなんですかね、 2.4 だと。街中だったら高速乗ると重そう、やっぱり。あ、はい、こんな感じで、はい、すいません、紹介しました。はい、皆さんぜひ買ってみてください。はい、よろしくお願いします。ということで、さよなら。さよなら。Your fault. So quiet.